はい、こんにちは、トールと申します。神なき世界の神様活動第3話、現代知識で信者集めをする、この活動が軌道に乗ってきて、そして敵の姿も少しずつ見え出した回だったと思います。今回も感想や注目ポイントを共有してみたいと思いますので、よろしければお付き合いください。では振り返っての全体感想から言ってみたいと思います。まあ前回の最後に生き返らしたベルトランがね、仲間になったことによってね、大きく一歩ですね進みました。何かっていうと、迫っている軍の脅威っていうものがどういうものかはっきりしたんですね。それに対して対抗するために何が必要なのかもうね、はっきりと残酷な数字で出てしまいまして、ユキトは具体的な方策に乗り出すわけです。で、一つの今回のね、前進ポイントとしましては、やっぱり利益で釣るっていう方策に切り替えた部分でしょう。神様の概念がない世界だから信じさせるのは簡単だろうと最初は高をかかっていたんだけど、そもそもね、難しいんですよ。難しい理由はまた後でね考えられるかと思うんですけどね、方法を変えました。利益を与えますと、教団に入ると害獣から守ります、お酒も提供できます、今ならクッキーもあげれます、マッサージどうですかみたいな形でいろんな利益を提供していく、そういう方法に切り替えたわけです。個人的にね、おおと思ったのが、ユキトが現実が辛すぎてね、現実が辛すぎるからこそ自分が異世界に転生した時のことを考えて妄想してね、その現代知識を仕入れていた部分ですね。はい。なろう見といてよかった的な話をしていたのでね、面白かったですね。異世界転生ものにおいて、なろうっていうのは現実逃避のための娯楽だよねってユキトに言わせるところは、面白かったかなと思いますし、またですね、このジーアポットに関しては本当に彼自身転生した時のことを考えたんだろうなと、これ作り方知ってたら結構うまく作れるもんなんですね。構造実は結構簡単でね、今回大量に作らされていましたけど、罰だったのかもしれませんけどね、これ2つの二重構造の土器なんですね。わかりやすく、で中に果物とか入れておいて、で2つの土器の間に湿った土みたいなものをね、入れておきます。で蓋をしておくとですね、中が冷えるという構造になってて、これ何かっていうと、はい、土みたいなところのね、部分に水を入れておくとですね、ここにある水がその蒸発するわけです。でいわゆる気化冷却ですね、はい、水分を蒸発するときに熱を奪っていく、まあ、人間が、ね、あの体温が上がったときに汗をかいてですね、汗をかくのと同じですね、それによって冷却する、そういう仕組みみたいです。実際にねこれね紀元前とかにもあったみたいなので、はい、気化冷却を使った冷蔵庫、これ乾燥地域だと結構うまく使えるみたいですよ、ただ気候的にもね向いてる地域と向いてない地域があると思うんですけど、これは多分ユキトが選んだんじゃないかなというふうに思います。すごくねなんか知識として知っとったら再現できるもののバランスとしてめちゃくちゃいいですよね。はい、皆さんも知識として知ってれば再現できるもののバランスとしてなんか良さそうなものあったらまた、教えていただければと思いますが、これを出してきたのはうまかったし、これで信者を集めていく流れ、今回まあユキトがですね文化を壊さない範囲でね今まで配慮していたんだけど ねこれを大きく変えることに決めましたので、次はまた一段階大きめのね変化が起きると思いますので、いい感じの引きにもなったかなと思いました。そしてですね、自分がやっぱりこの作品で今回すごい良かったなと思ったポイントが2つありまして、1つはねベルトランをすごくいい役割の仲間にしたんですよね。ここねだから描写は結構飛んでると思うんですよ、なんで仲間になったのみたいな描写に関しては。ただもともと彼は義理堅くて真面目な騎士だったわけですね。まあこの国においてはスタンダードな方だったわけですよ。逆に言うなら宗教にはまりやすい体制というかね、そういう性質だったわけですね、隔離村の誰よりも。そんな形で、まあ、彼を引き込んで、彼女でいいのか、彼女を引き込んでですね、役割を与えるんだけど、まあ武力としての村の護衛役としてなってるんだけど、物語としてはもうギャグ要員なんですよ。でもう一つあって、ギャグ要員だけじゃなくて世界観の説明要員にもなってるわけですね。まあ、いわゆるその世界観で言うなら小難しい話とかそういった伏線とかって、ストーリーのね物語のテンポを悪くするとかね、アニメの絵的なですね、そのなんていうか退屈さを生んでしまう、説明描写だけになっちゃうから、っていうことだと、あとですねギャグはギャグで、この作品のギャグって本当に B 級ギャグ感があってですね、間とかもすごい使うんで、テンポが悪くなる可能性があるんだけど、これを混ぜるっていうね、世界観の説明や伏線をバンバン差し込みながらも、絵面的には間を使ったギャグをやりまくるっていうね、これすごい上手いですね。
なんかこの配役はちょっと絶妙だし、この作品の B 級ギャグ感をね、うまく引き立ててくれていたかなというふうに思いました。まあベルトランさんちょっとかわいそうではあるんですけど、ね、ともあれ、まあその帝国のね、その騎士として使い潰されるよりはなんか幸せそうな、そんな未来があるかもしれないよと、思わされてはいますし、間違いなくこの村の人たちからはね、完全に愛されていますので、ここは一つのね、ポイントになったと思います。でもう一つのね、自分の好きだったところがですね、このね、村人の相談シーンなのよ。これもね、ダメダメな相談シーンではあるのよね。ユキトが選んだ、まあある意味知的なね、村の中でもね、本当にトップクラスに知的な話ができるであろうと見込んだね、話の二人に相談をしていて、結構情報はね、しっかり引き出していてですね、さらにもうちょっとこの話っぷりを聞いてたら分かるんですけど、彼らもね、結構情報をしっかりと判断できてるわけですね。隔離村がなぜ、王都の周辺にこう存在してるのかだとかですね、どれぐらいの見積もりで考えればいいかみたいなことを、まあ分かってるんだけど、でも知識として提供した後はですね、まあシロリルがお酒を飲み出してですね、まあみんな乱入してきてむちゃくちゃになっちゃうんですよ。知識担当で呼ばれて頼られたやつがね、酒飲み出すっていうのは、すごくね、そのダメダメな感じはあるんだけど、でもその直後に、ちゃんと相談役としての仕事果たすのよね。ユキトの持ってる不安とか、ユキト自身の抱いてる思いとか含めてですね、シルリル側が家族としてね、相談というか、に乗ってくれてるわけですよ。寄り添ってくれてるわけですね、シルリルの場合は。で、この後にちゃんとですね、クレンもですね、これは家族としてではなくね、村の仲間として、友人として、背中を押して、で、一緒にね、ド派手なことするんやったら付き合うぞというね、覚悟を見せてくれてるわけでですね、それぞれ相談役としてのできることが違っていて、で、それぞれそれをちゃんとわきまえてやってるんですよ。ここのシーンね、なんか別に入れんでもいいぐらいのね、要素ではあると思うんだけど、なんかここをちゃんと押さえてくれているところがね、描写の飛びはあるんだけど、その描写を取る飛びをその埋める余白を埋めようとするための道しるべはめっちゃ綺麗に置いてるんだよね。だからこそ過不足なくちゃんとしてる感じがあるんじゃないかと思いますし、描写としてもちゃんと今回って それぞれの場面において、今回500年先進める、この村500年進めるって言って、丘の上からね、村をね、眺めるユキトの姿があったんだけど、ちゃんとこの話の中の途中でもユキトが悩んだり考えたりしてるシーンで、普通にこう村をね、丘の上から眺めてるシーンをちゃんと入れてくるわけですよ。ね、結果ユキトはこの村に対して自分がするべきこととか、この村の人たちをどうすれば救えるかとか、ね、逆に、この村の文化とかをね、破壊することに対してどう考えればいいかみたいなことを思い悩んでいたわけで、ね、それを今回こう決めて、そして、今回のね、一番最後にですね、発展した1ヶ月後の村の姿をちらっとだけ見せるっていうね、憎い演出になっていましたので、この辺をね、すごくね、なんか気持ちよく抑えてくれる感じね、自分はこの作品に対する安心感がね、なぜかある部分ではあります。いろいろと飛んでるとは思うんですけどね、ちょっと不思議な感じですね。今回ベルトランが出てきたことによって、地味にね、武力の重要性も示唆されていて、なんかバトルとしての要素を入れやすくなったのかなと思いました。単純な知識無双的に見るというよりは、武力をちゃんと高めることの必要性書かれてましたし、これがそのいわゆるクソ親父というかね、帝国に対抗する時の手段としてですね、武力も結構大事よっていうね、詐欺集団を取り込んで自分たちのものにしてしまったっていうところはね、うまいんですよこれ。いわゆるその詐欺に一回かかった人間は再びかかりやすいのとね、近いと思うんですけど、何かを信仰していた人たちを取り込んだ場合はね、それはその人たちっていうのは、その信仰するには全然ゼロでね、そのニュートラルな状態のね、人たちを取り込むよりもね、効率がいいんだよっていう、この示唆面白いし、これって今回前回ユートがその失敗していた、つまり神を信じさせることを失敗苦戦していた理由もそうなんですよ。この隔離村の人たちって、いわゆるその陛下のことを盲信して修正制度にね、言ったら疑問を持たないっていう、そういう異質な性質を持ってる人たちとして集まってる子なのよね。だから神様を無条件に信用させる、信じさせるみたいな、そういう手法との相性がすごく悪い人たちなのよ。逆に言うとベルトランはちょっと相性がいい人たちなんですね。
ね、ここをなんかこういい形でじゃあ利益で釣ろうって酒で釣ろうっていうところは動線としてもすごく、綺麗になっていましたし、ね、そしてもう一つ言うなら隔離村を取り込んで帝国とね、戦うことになった場合に逆に言うなら帝国のそのルールに全く疑問を持ってない国民っていうのはそっち側から攻めていくと取り込みやすいかもしれないっていうね、不利にもなってたのかなというふうには思いました。いやどうなんでしょうね。結果今回500年間歴史を進めてしまいました。まあ中世ヨーロッパぐらいのね、時代感で見ればいいのかなと僕は勝手には思っていたんですけど、まあ時代感をなんかぶち抜いてくる建造物も一応王都にも立ってましたのでね、一概には言えないんですけど、大体15世紀から5世紀ぐらいが中世ヨーロッパ時代と言われていますので、まあまあ雄斗の感覚でね、現代社会まで進んだと言えるでしょう。うん。風力発電を使うことによっておそらくはまあ普通に、多分その電気みたいなものを使えるようにして、電動エネルギーみたいなものを使ってまあなんか車的なものを作ってですねまあかなりこの辺もねなんか B 級感とシュールさはあったんですけど、実際に村が発展している様子が見られましたので、次回ねそれでも1ヶ月はかなりね、早い効果があると思いますので、何らかの御霊の力を使ったというふうに思われます。もしかしたらここまで進めるためにはすでに周りの村も取り込んでる可能性なんかもってですね、このあたりの次回の描写をね注意して見ていきたいなというふうに思いました。今回世界観と陛下の力の示唆がされてましたので、ここもちょっと押さえておこうと思います。まずですね、陛下から力を貸し与えられたアルコーンっていう存在ね、この力がまあ村に迫っていると。で、これを対抗するためにはこの力のことを知っておく必要があって、今回ねユキトが教えてもらっていました。彼自身は魔法みたいだなって言っていたんですよ。まあ物理的に切ってるわけじゃない不思議な力でね岩を切ったりしていましたから、はい。ただこれちょっとなんかゲームのシステム的ではあるんですよね、すごくね。特に今回、やってきたアルコーンのアータルさんが使っていたインターフェースが本当にプログラム的というかゲーム的なんですよね。ですのでなんかこの世界における何か力が働いてるんだけど、それは魔法的というよりはなんかこの世界をデザインしたプログラム的なね、そういう力を感じますね。でそういう風に見ていくとこの世界の変な部分というかこの作品のちょっと浮いてる部分ですね。なんかゲーム的な演出で画面がデフォルメされたりとかですね、他にも害獣について、これは結構コメントでもあったんですけど、害獣の CG がすごく浮いてて気になるみたいなコメントがあったんですね。自分は異世界であることの象徴なのかなと思っていたんだけど、この害獣たちの CG 的なね演出もまたこの世界における異分子としてわざわざ後から設定されたみたいなね、そういう見え方ができると思いますので、ね、なんとなくゲーム的な演出もギャグだけではなくてね、結構意図的なメッセージの示唆になってるのかなとちょっと思ったりもします。あとですね、この世界の力、この陛下の力みたいなものをね、絡めてですね考えるとですね、御霊様と陛下の力って同質なんじゃないっていうふうにも見ますね。今回シルリルがね言っていました。はい。まあ隔離村の周りって隔離村っていうのは上限が2000人と決められてると、でいろんな村がたくさんあると、言われていて、これがね御霊様が山一つ吹き飛ばすのに1万人必要と言っていてですね、このあたりから陛下の力と御霊様の力の質ってめちゃくちゃ近くて、めちゃくちゃ近いからこそですね、格がどっちが上かの指標にはなるのかなと思います。例えば村人が全員団結しただけでですね、一つの山を吹っ飛ばせるアルコーンの力を上回ってしまっちゃダメなわけですよ。っていうことは、まあ村人2000の力では山一つは飛ばせないだろうっていうところまではほぼ確定でね、いいと思いますので、このあたり含めてまあ隔離村の上限が決められてるんだとすると、同質かつね、格はどっちが上なんだろうっていうね、想像材料にもなっていて結構面白かったですね。まあ今回まあアータルさんがやってきて村を調べてるっていうところと、そしてはい、なんか時間稼ぎみたいなことをして様子見しているね、そういう別の人もいましたので、この辺が次回に明かされていくんじゃないかなというふうに思うと、まあそれなりにトントン拍子に話は進んでいるかなというふうに思います。その他の注目点としましては、まあ常識人をね
集めてきた時に普通にこうユキトがアルラルを席から外していたところは、ちょっと面白かったなと思いました。なんか2人で結構はしゃいでる部分はあるんだけど、シルリルがその、ね、そこに乗ってるのはどちらかというとその妹のノリが好きというか妹がね、好きだからだと思うんですけど、でもいつも酒飲んでね、あの酔っ払ってるシルリルより妹の方がやばいってね、アルラルの方がやばいってちゃんとユキトが判断できてるところちょっと面白かったですね。あとはまあギャグのね、間の作り方と、その、どこにコストかけてんねんっていう部分もね、ちょっと楽しい部分でありました。まあ、この辺に力を入れるっていうところの、なんか作品としての B 級感をね、抑えてる感じがね、変にカッコつけないところもね、なんか潔くて、好感度高いですね。はい。そんなわけで今回は神活の3話の感想や注目ポイントを共有させていただきましたが、いかがだったでしょうか。このチャンネルではね、こんな感じで僕が楽しんでる作品を皆さんと一緒にね、楽しんでいきたいかなと思って活動しています。まあ作品のね、満足度なんかをみんなで上げていければ嬉しいなと思ってます。まあちょっとね、自分にもわからない部分があったりだとかしますので、個別に動画を出し続けるかはわからないんですけど、毎週のね、ライブ配信においてはね、感想の共有、最終回までしていきたいなというふうに思ってますので、よろしければね、最後までご一緒いただければと思います。ではではまた機会ありましたらよろしくお願いします。遠山徹でした。